こんにちは、セーラン義塾講師の畑野です。今日はこちらに書いてあります、日本史のセンター試験によく出るカップルとはという話をします。でですね、日本史の真面目な月なのは古代とか、中世あたりぐらいまでなんですけど、中でもこの、中世古代に限らず明治時代とか、昭和戦後まで含めてよく出るカップルっていうのは実は一人というか一部屋ですねいるんですけど、皆さんこれ考えたことってありますか？この塾でこう日本史を指導していてですね、あの天皇がやったことってぐちゃぐちゃになるよねっていうふうに、よくみんな生徒さんが言うんですけど、まさにその天皇たちがこのカップルなんですけど、まずですね、一人目が天武天皇、こちらが男の人ですね。その奥さんって誰かわかりますか？これが百人一首などでも有名な持統天皇です。この二人は実はカップルというか夫婦なんですけど、で天武天皇って、ちょっとおさらいをすると、天武天皇っていうのはその天智天皇の子供ではなくてですね、すみません違いました、もともとですね、で今ちょっとまた間違えたんですけど、ですね、天智天皇の、子供が大友の王子ですね。王子であり、その弟であった当時の、大天の王子、この大天の王子と、大友の王子ですね、こちらが2人が争いをした乱があります。こちらもセンター試験必須ですけど、672年、壬申の乱ですね。壬申の乱がありました。その結果勝ったのがこちらですね、負けたのがこちらです。で勝って即位したのが天武天皇でした。でその後方の政治を引き継いだのがこちらの持統天皇です。なので順番としては天智天皇が1番、天武天皇が2番、持統天皇が3番というふうに政治を行っていきます。ですが、この2人、3人ですね、このカップルプラス天智天皇3人がした政治の内容、いろんなものがあります。例えば、順番めちゃくちゃにあえて書きます。はい、ヤクサの代わり。藤原京への戦闘です。それから高位粘着の作戦、戸籍ですね。それと、名前がないので分かりません。飛鳥清見原令というものがあります。これについては、作った人と、実際にこう運用を始めた人が違います。なので、こういった1、2、3、4、5、ざっとメインのものを5個挙げましたけど、これが今この人の入ってないです。2番3番の天武天皇、持統天皇、どれが誰のものかってすぐに区別ができればいいんですけど、そうじゃない人は結構このところはよく復習した方がいいですね。でざっと答えを言いますと、ヤクサのガバネ、天武天皇ですね。それから作った人、天武天皇ですけど、途中で亡くなってしまうので実際に世に出すのは持統天皇です。から藤原京も持統天皇です。高院粘着も持統天皇です。というふうにですね、ただ今2人取り上げただけなんですけど、センターに出るめちゃくちゃいっぱいありますので、皆さんこの辺りを整理して覚えてみてください。というわけで今回は、よく出るカップルについてお伝えしました。以上でございます。ありがとうございました。